初代の作戦ではここに来ればセイバーに。カグラ、初代の読みが外れた。ガジルもいないが、やるしかない。噂通りの武人か、見せてもらおう。誰が相手であろうと押し通る。フォトンスライド、抜かぬ太刀の形。納刀したままでこれほどか。決戦、ゴーの肩。担当、天輪の鎧、アクレストオーダー。抜かぬ太刀の肩。担当、ディミティーソード、ゴーの肩。フォトンスライド、ゴーの肩。カッソ、行くぞ。エンタグリムソード、わらわも混ぜてはくれないか。ミネルヴァ、我らはセイバートゥースも随分と信頼を落としてしまう。無論言うまでもな、そなたらのギルドによってはエルザ、カグ、我がギルドこそが最強である証明を示すためには、そなたらごときはまとめて始末してみせようぞ。大した大口だ。ごたくはいい、来い。ウッダーグル、ネア、ウェル、ミオ、ガルス、エルカンティアス。ヤクマ十八刀神魔法、ヤグド、リコール。ミネルヴァの凄まじい一撃。無事のようかも。なるほど、よもやここまでやるとは計算外だ。このままでは拉致が開かぬ。少し趣向を変えよう。先ほど捕らえた子猫だ。見えるな。見えるか、この娘の苦しむ姿が。この空間の中で常に魔力を奪い続けておる。安心するがいい、人質を出しに屈服させるつもりはない。趣向を変えると言ったであろう。そうだ、その表情が見たかった。ミリアーナを離せ。そなたに王者の戦いというものを見せてやる。二度は言わない。命あるうちに私の仲間を解放しろ。奪ってみせよ。虎を食うのは二頭目になる。今度はうまい虎が食えると良いな。入れ替わった。入れ替えられた。二人で決着をつけよう。勝者の相手をわらわがしてやる。乱入してきた割には随分情けない王者だな。自分の戦略通りに駒を動かすのが王者だ。光栄に思え。2対1ではさすがにかなわない。そこの見積もりは誤ったことは認める。王者は勝たねばならぬ。どんな状況にあってもな。ミリアーネを返せ。貴様が仲間のふりをするな。積もる話もあるようだしな。邪魔をした。条件は飲む。ミリアーナを解放しろ。まんまと出し抜かれたな。黙れ。貴様も虎女も私が斬る。本気で行くぞ。望むところ。カ
そう。変鱗ブルーメンブラスト。ふむ、タイトン蝶の型。カソミニティーソード。妖刀紅桜。守るぞ女。感想やえ太陽の剣。抜刀フグ大天。驚いた。これほどのものがいようと、その強さはジェラールへの恨みゆえなのか。貴様がジェラールにどのような恨みを持っていようか構わぬ。だから未来へ向かって歩き出したミリアナを巻き込むな。あいつの意志だ。私の意志に反し、ジェラールを殺す。何かあったというのだ。その男のことはそなたもよく知っているはずだ。ジェラールに殺されたシモンは私の兄だ。シモン。私たちは貧しかったが幸せだった。しかしその幸せは17年前の子供狩りで終わりを告げた。逃げ延びた私は何年も兄を探した。そしてミリアーナに出会い、兄の壮絶な苦しみとその死を知った。何年も奴隷として働かされ、ジェラールに殺された。目の前が真っ黒になった。そして私は新たに誓ったの。兄の仇であるジェラールを殺すとき、この刀を抜こうと。ミリアーナはそこにはいなかった。あの場にいたのは私とジェラールとナツとシモン。確かにシモンが死んだのはジェラールのせいかもしれん。だが殺したのはジェラールじゃない。ジェラールをかばうつもりか。いや、真実だ。私の弱さがシモンを殺したのだ。私は死ぬわけにはいかない。この命を諦めること、旅立っていった者たちへの冒涜。貴様もジェラールもまとめて殺す。絶対に殺してやる。それがお前の活力ならそれもよし。その思いを踏みにじるつもりはないが、切るつもりもない。